県の新富町から本当に晴れ晴れお越しいただいて、土屋義文様、宮崎県新富町長をご紹介させていただきます。皆さんこんにちは。今日は新富の日、しかもあの歌舞伎でおもてなしということで、こういった場にですね、来させていただきました。宮崎県の新富町でございます。実はあの合併によりまして新富という町ができております。あのニュータソン、新しい田んぼで書きます。新しい田んぼ、これニュータという文字。ニュータソンと富田、富に田んぼですね。富田村が合併したの。それで新しい富、それを新富ということで新しい町ができたんです。こちらはですね、はい、航空自衛隊ニュータバル基地というのがあるんです。あ、はい、だから基地の町なんです。新富町のど真ん中にあるんですよ。あ、はい、なるほど。しかもの重要な基地ですので、はい、もう基地の町なんです。そうですね。そして新富町としてもこのように野菜の町、野菜の町、畜産の野菜の町です。農業の町です。宮崎県はどちらかというと神楽なんです。高千穂神楽、横神楽ありますよね。県全体で神楽があって、新富町でも神楽が3通りぐらいあるんです。でその子供たちが今やってるんですよ。やはりこれは日本の古来文、伝統文化を残そうということです。だからこちらも子供、歌舞伎があるから、なんかそのコラボといいますか、交流というか、新富町会関東支部というのがあるんですよ、はい、東京支部にあの新富町出身の方、出身の方々、はい、だからそういう会を通じて、実は昨日もはしご酒10人ぐらいその会の方が来られてくるんですよ。なるほどね、はい、だからそういうことをつながりながらこの新富町を舞台にですね、何かこうそうですね、はい、それはぜひ、はい、まあ、もちろんせっかくだからやっぱり向こうでできたものを楽しんでいただきたい。いろいろなどういうことができるかをですね、そうですね、いろいろ考え研究させていただきたいなと思いまして。